マジョラムは、ヒソカの多年草。ハーブとして様々な用途に用いられる。和名はマヨラナ。オレガノなど、同じ属の他の種と区別するため、スイートマジョラム、あるいはノッテッドマジョラムとも呼ばれている。30センチ程度の茂みに育ち、赤みがかった枝に、タイになった、丸く白い葉がつく。初夏に、先端に白い花を多数つける。ハーブのオレガノは同族。 マージョラムとも表記される。マジョラムと呼ばれるものでは、他にポットマジョラム、学名、オリガヌムオニーッツ、別名フレンチマジョラムや、ワイルドマジョラム、学名、オリガヌムビルガー、別名オレガノ、ワミオ花ハ,ハッカなどがよく知られている。俗名のオリガヌムはギリシャ語のウロス、山とギャノス、喜びの合成語で、山の喜びの意がある。古代ギリシャから栽培されていた。 古代ギリシャ、ローマでは幸せを象徴するハーブとして、結婚する若い二人が頭にこの果敢を乗せる習慣があった。また、個人の冥福を祈って、死傷族の香りとして、また、お墓にも植えられた。中世、ローマ人がイギリスに伝えると、ホップが使われる前までは、このハーブがビールの苦味に使用された。この香りを吸い込むと健康に良いとされ、 乾燥したハーブが幅広く売られていた。マジョラムは、香辛料や精油として用いられている。精油やエキスは、鎮静、甲府安、繊維の目的で使用されている。また、血流促進、血圧効果作用があり、筋肉痛や頭痛、不眠にも効果があるとされる。また、競争茶として飲まれているところもある。歯から取れる、刺激性のある、エッセンシャルオイルは、 リウマチ通、死消化不良にも効くとされる。競争効果を期待した入浴剤としても使用される。料理では肉のハーブとして知られ、ソーセージやパテ、鶏や豚のローストなど、あらゆる肉料理に用いられる。マジョラムより強い刺激的な風味を持つオレガノは、イタリア料理に欠かせないハーブである。野菜、魚、肉、甲殻類など、利用は幅広い。 基本ハーブの辞典、北野咲子東京道出版 P166。基本ハーブの辞典、北野咲子東京道出版 P167。ありがとうございます。